工作のシーンは、そう、ラストなので皆さん50カウントと星投げよろしくお願いします。今日ラスト配信です。やばい、頑張ろう。明日の配信を決めましたので、もうちょっと撮ったら言います。てかもう出てるけど何やるかお願いします。バイエスさん、タコ、むつみさん、どれもありがとう。頑張ろう。たくさんありがとうございます。星投げとカウントも。手洗い、うがい、熱帯雨林さん、タコ、ありがとうございます。時間先に言うと明日7時半からなので、いつだ ?45 分前。7時 ?6 時45分かな？捨て星。今日配信終わってすぐに星集めといたら朝早く起きる必要はないです。ふうくんだるま、ともやんさん、たこ。かすみそうさん、ハートありがとうございます。シャイくん、ハートありがとうございます。ていうかさっきツイッターおかしくなかったですか？めっちゃなんかビビった。インディーさん、タコありがとうございます。ということで、言いますとかえ、バグってたよね。なんかさ、自分のさ携帯がおかしくなったのかと思ってめっちゃ焦ったんですよ。白猫の議長さん、タコありがとう。ということで、明日のスケジュールです。バン、取れちゃったこれ。これって星3周何回できますか？いや、これで行くんですけど。7時半小刻みに頑張る。1,2,3 は星3周できますよね。で、4ってできないですか？ってできないか、時間空いてないし。これです、これで拡散お願いします。オッケー。朝はなんか普通にまったり配信して、お昼はメイクします。でも今日と違うメイクします。で、17時からはなんだこれ、あ、これですね、この文字からさせてくださいで、4はラブチャレでうちわを作ります。ちょっと自分でうちわ買ってきたんですよ、この前。で、うちわ作りたいと思います。初めてうちわ作る。なんかね、うちわのデザインとかね、モバメンで送ったりしてたんですよ。で、作りたいなと思ったから作ってみる。で、ここはイースターバニー。なんかイースターいつかわかんないけど、イースターバニーしますで、なんだ、6はメイドを着ます。メイドになれます。私はメイド服を買いましたので、この日のために買いましたので、イースターは出た、でもいいです、イースター楽しみましょうこの日のために調達いたしましたので、
着ます。でも着たことなくて、今なんかまだ袋のままなので開けてもないんですけど。で、ナナはメイドカフェをします。どんなメイドカフェかはお楽しみにって感じで、8は今の時間と同じように明日何するか発表するんですけど、明日の配信のテーマは「萌え萌え配信」なので、やっぱりね、可愛い系、インスタ映えにもだし、量産メイクもちょっと可愛い系かなみたいな。みんなだから絶対見に来てね。こんなことね、握手会でも絶対しないと思うんですよ。でも買っちゃったから多分いつか握手会でも来ます。買っちゃったから。する。ちょっと見にくいよね。で、下は普通に星、星々の時間とか書いてあるんじゃん、ここに。星々の時間とか書いてあるだけですけど。って感じ。でもなんか30分配信を6回じゃなくて、結構20分25分配信でやるので、結構星3周できないんですけど、結構星3周で捨て星忘れた時にダメージがでかいって聞いたから、やっぱりなんだろう、いろんな人が見に来れる感じの方がいいかなと思ってやりました。でもね、どうなんだろうと思って。あ、いっぱいギフトもありがとうございます。たくさん。ちょっともうここで、ポンポン、頑張りましょうね。いつ来ました？何が？どこ？ちょっといっぱい溜まっちゃった。ノインさん、馬。あ、さっきもありがとうございます。キャブスさん。だるま、ありがとう、大輔くん。馬、ありがとう、ゆうなさん。かわいい、ありがとう。ヨーダさん。くまーちゃん、くまーちゃん、くまーちゃん、来た。くまーちゃん、タワー、ありがとうございます。目もない。ちょっと、目もない。あとでくまちゃんの絵、描いて、載せる、ありがとうございます。ヨーダさん。大輔ゆうさんのくまちゃん。ありがとうございます。どうでしょうさん、タコ、キャベツさん、だるま、ケンさん、ハット、しゅんさん、かわいい、ゆうやさん、だるま、ゆうなさん、かわいい、マッサージさん、うま、白猫のぎちゅうさん、タコ、きゅうさん、かわいい、ともやさん、だるま、ありがとう、みんないっぱい、シャイくん、ハート、かすみそうさん、ハート、ふうくん、だるま、かす、あい、インディーさん、タコ、いっぱいありがとうございます。いいねもありがとう。わ、いっぱい、だるまもありがとうございます。ありがとう。レインボースターあった。嬉しい。よかったら投げちゃってくださーい。朝はすっぴんです。コンタクトもしてないからめっちゃ距離近いかも。なんだっけ、何話そうとしたんだっけ。頑張って、ありがとう。お気持ち程度で嬉しいでちゅ。嬉しいでちゅ。気持ち悪い。嬉しいです。嬉しいですって何？皆さん来てね。まこちゃんかわいい。ありがとう。かりおさん。ハートありがとう。これです。明日はこれで決定です。ハッシュタグで拡散してね。くまさん、ハートありがとう。そう、前髪の作り方は、17でやろっかな。はい、17時からやります。見れたら来てね。いや、12に、2番にしようかな。でもメイクしてたら時間ないから、やっぱ3番で。朝はなんかまたあり、みんなとお話できたらいいなって思います。よし、こんな感じ。みんなスクショ撮れましたか？でも後でツイッター載せます。スキャンして。こちら、捨て星の時間です。違ったらごめんなさい。いつ見ても可愛い。ありがとう。月木五郎さん、タコちゃん、ふうくん、ハートありがとう。
そう、ツイートもします、ちゃんと。なんかあれだ、何言おうとしたんだっけ。そう、なんかあんまり早起きにならなくて、なおかつみんなのお仕事の時間帯にかぶらないのはこんぐらいかなと思って、でもかぶってたらごめんなさいって感じなんですけど、あとこれもお昼ご飯の時に見てください。見てね、来てね。こんな感じ。あ、そう、ビスコーテはどこでやるつもりだったんだろう。ちょっと待って、メモ帳がなくなっちゃった。あ、ちょっと待って。あ、待って、どこでやるつもりなんだろう。待ってね。あ、イースターバニーでやります。 イースターバニーの時にビスっぽい服を着ます。だから5番です、ということです。そうです、皆さんのおかげで4位に上がれました。ボル、ん？オルックスさん、ハートありがとう。やばい、医者さん、タコありがとう。なんて読むんだろう。難しそう。イースターバニーはウサギのカチューシャつける。で、それっぽい服着る。なんか、そのウサギっぽい服。ウサギっぽい服じゃない。そのウサギの色合いに合った服着ます。っていう感じです。あ、ハートありがとうございます。はい、みんな後でツイッター載せるので見てください。これ取れちゃった。で、こんな感じでなんか毎日テーマ決めてやってきますので、よかったらみんな楽しもうね。よし。そう。でもな、もそもそもさ、どうやってくっついてたかもわかんないから、まあまあまあって感じ。キャベツさんだ、タコ。ライプさん、かわいい、ありがとう。いっぱいありがとう。マキョウズさん、ありがとう。ニューツールズさんもありがとうございます。ということで、こちらに今貼っておるんですけど、危ない。なんか今日6個までだったから入ったけど、下見えない。またこのアカウントのプロフィールのとこに、この何やるかと何時にやるかみたいなのも書いておきますので、そこでチェックした方が正確かもしれない。とりあえず1周と50やって、ありがとうございます。そう、50カウントまだしてないよって方はしてください。いっぱいありがとうございます。ギフト。俊平さんもハートありがとうございます。嬉しい、ありがとう。明日は全部見れる。よかった。ね、このうさぎはね、寝るときにね、床に下ろすから、ちょっと毎日位置が変わります。 明日はね、割と充実してる配信です。でもちょっと明後日からがちょっと服とかも全部決めてるんですけど、明後日はちょっとまだちょっと考えてないところもあるんです。 し、明後日もちょっとまだ一枠考えてないんですけど、みんな頑張って早くしてください。20分だと3周と50できない。本当に？え、できないの？ね、わかんない、その仕組み。25じゃないとダメってこと？できないよ。
え、できないですか？でもさ、そしたら全部計算狂っちゃう。あ、でも朝はいっか。じゃあ7時55分ってこと？12時55分なんでしょ？あ、別にいっか。だってこれさ、4番がさ、3周できるわけじゃないから。あ、じゃあ全部5をプラスしますので。あ、わかった。ちょっと待って。でも修正テープないの。でもペンもあっちなの。後で変えます。これでよくない？あ、待って、難しい。55、25。これで OK？ じゃあ変更、これにします。1と3が5分プラスにします、みんな。 ということで、これは後で。 これさ、これスキャンするんだった、忘れてた。書き直そう。綺麗に書いたのにさっき。こっちは適当にペペって塗ればいける。あ、合計3時間に収まる。確かに収まんないね。あ、じゃあインスタバニーを40にして、メイドカフェも50にすればいけるよ。はい。合ってるでしょ？削った。だから、25が1、2、3、3回。4回。OKOK。44になればいいんだよね。25と20が。だから OK です。あと計算します。え、合ってるよね。 わかんない。え、計算できないんです本当に。12345678、この25かける4、5、4、20、8、90。あ、OKOKOK、なりました。 これで、じゃあ後で綺麗に書き直します。だからちょっと遅れるかもしれない。 OK、 できた。ということで、できました。ありがとうございます、教えてくれた人。さあ、今から差を縮めましょう。てか差が縮めるっていうか、なんか下を離した方がいい。いや、一緒かい。いや、お星様今まだぴょんぴょんしてるから、みんながおほあるお星様で頑張ろう。 まっちゃんハートありがとう。よし、これで決まりです。じゃあ後ろのやつ違うかな。後ろのやつは適当にピピって上から貼れば OK なので。一旦あとね、書くぞ。あと10分です。今日はやばい。頑張りたい。なんだろう、ペーペーいいじゃん。かわいい、ありがとうございます。ぷっぷぷぷ、むつみさんファイト、ともやさんどれもありがとうございます。多分読めた。レインボー眠ってたのでありがとう。嬉しい、レインボースター。ありがとうございます。50カットありがとう。ナイスファイトありがとう。余裕のないゆうちゃん、かわいい、ありがとう。
スワローさん、ありがとうございます。コラボ配信は普通になんかあれじゃないですか、人との接触 ダメだから、人を家に呼べない。ペペイさん、ハート、何してたんだろう、ありがとう。ああ、医者さん、ハートありがとうございます。ふっくん、ありがとう。ということで、あとちょっとですね、これちょっと書きながらさ、話せばいいのかな。ということで、だから書いていきたいと思うんですけど、メモ帳がございません。でもやっぱりゆっくり書いた方がいいのか。皆さん、ツイッターで拡散するの早めの方がいいですか。いいよね、やっぱりみんなも寝たいしね。そう、孤独な戦いです。え、無理、なんかさ、画面見ながら書くとか無理です。頑張る。14万ポイント。ん、やば、接戦ですね。そこは頑張りましょう。じゃあ追いつけるように。そう、画面見ながら書けませんでした。あと、なんかこれペンに弟の名前のシール貼ってあったからやめた そうです、名前初日、そうなんです。最終日がいっちゃん怖いけど、まあ明日はね、みんな好きな、みんなが好きそうな配信なので。そう、弟の名前のシールが貼ってるからね、バレたらね、やっぱりプライバシーなので。平日は多分この変えたスケジュールです。ずっとちょっと今さっき訂正したけど、汚いからまた書くね。ずっとこれです。お仕事がギリギリに入らなければ、ずっとこれだよ。みんな、もうあと6分です。10時半って。いっぱい誰もありがとうございます。ブルックさん、ありがとう。そう、私は今回のイベントを機に初めてファンの人のツイートにいいねをするようになりました。ハッシュタグのやつだけだけだけど、まだハッシュタグ系のやつは見る。マジで一回もしたことなかったんです。え、本当にしたことなくて、でもなんかするとやっぱり俺に来てねえよみたいな人も出てくるかなと思ってずっとしなかったんです。だから、でも今回はやっぱりそうね、ありがとうみたいな感じで押してますえ、でも誤爆もたまにある。なんかたまにさ、誰々さんがいいねしましたでさ、ツイッターにタイムライン上に流れてくるやつを間違えて押しちゃうときもあるし、なんかしかもなんか押してないのにいいねなってるやつとかもあるし、なんか怖いっすね。さっきツイッターバグってるし。でもツイッターないと本当に拡散するものがないので、ありがとうございますって感じ。みんなありがとうね。ムンチさんも、誰もありがとう。よし、頑張ろうね。少しずつ前に行きましょう。レッツゴーレッツゴーレッツゴーゴー。アルホス、すべて投げ切りました。すべて投げ切ったで、ありがとうございます。星たくさん嬉しいです。本当にありがとうございます。応援してますって、ありがとう。本当に嬉しい。それは
全部投げ切ったので、おやすみなさい。明日の時間はちょっと変わったので、朝起きた時に見れたらツイッター見てください。沼津さんありがとう。カイニャンのアバターだね。あとちょっと、あと4分、4分半くらい。うん、みんななんかやってほしい配信とかあったらインスタの DM に送ってください。返せないけど返せないけどね、送ってください。まださ、何しようみたいな、え、これ配信、これ企画するか迷うなみたいなのがあって、それ外すか外さないかみたいなのもやってて、その空いた枠にいいのがあったらポンって入れたいなと思って、なのでいいのがあったらください。インスタの DM は、見る時間があったら見るかなって思って、今はやっぱり皆さんの作戦会議があるので見ようと思って見ないときはほんと見ないですね。あと3分。でも今ちょっとモバメの返信見れてないんですよ。なかなかすぐ書きますね、終わったら。だから待っててください。あやかんにまるのゲームタウン、ありがとうございます。欲しい、ありがとうございます。すごい欲しい、まだ飛んでて嬉しい。星投げもこの数分でたくさん探ししまってて嬉しいです。数時間か、これ勝手に切れるからいいのね。最後、あ、順位読まなきゃいけなかった。順位読みます。13位が手洗いうがい熱帯雨林さん、12位が名古屋の女の子カイニャンさん、11位がインディーさん、10、あ、ありがとうございます、ありがとうございます。10位がグッさん、ありがとうございます。9位がフーくん、ありがとうございます。9位、8位がアライッペさん、ありがとうございます。7位がどうでしょうさん、ありがとうございます。6位がかすみそうさん、ありがとうございます。5位がゆうなさん、ありがとうございます。4位が、白猫の議長さん、ありがとうございます。3位が榊五郎さん、ありがとうございます。変わっちゃった。4位が幕末に迷い込んだ医者さん、ありがとうございます。3位がかすみそうさん、ありがとうございます。2位がふうくんさん、ふうくん、え、さっき呼んだよね、あ、変わったのか、ありがとうございます。1位がヨーダさんです、ありがとうございます。やば、ギリギリアップなありがとうございました、みんな、ありがとう、本当に。ということでもう終わっちゃいます。明日の配信も来てください。ヨーダさん、クマタワーありがとうございました。クマちゃん、ありがとう、本当にありがとうございます。皆さんおやすみなさい。また明日7時半からお願いします。バイバイ。おやすみなさい。